こんにちは、みずきです。今回は韓国コスメのヘイミッシュのアイシャドウをゲットしたので、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、韓国コスメのアイシャドウは多分初めて買いました。で、ヘイミッシュ結構有名だと思うんですけど、まあ今更ながら購入したのでそちらをご紹介していきます。で、私が買ったアイシャドウなんですけど、こちらヘイミッシュのアイパレットですね。で、カラーは03番になります。で、私はアマゾンで2100円ぐらいで買いました。で、私何度か使ってるのでちょっと汚くなってるんですけど、外側はこんな感じです。で、まあここに鏡がついていて、で、筆も入ってます。カラーはこんな感じです。マットなカラーとパールとかラメ入りのカラーが何色か入ってます。では実際に手につけていきます。まずこちらのホワイトなんですけど、もう本当にマットなホワイトという感じで、まあね、普通にハイライトとかにも使えそうだし、まあベースとして使うのもありかなという感じのお色です。で、がっつり真っ白というよりかはちょっと黄みがかかった感じのホワイトなので、若干優しい感じのホワイトになってます。じゃあ次、こちらのピンクですね。こちらもマットなカラーになっていて、うっすら優しいピンクになってます。このピンクは私今回ベースとして使ってるんですけど、すごい使いやすいです。じゃあ次、こちらのピンク、はい、こんな感じです。結構見た感じは赤めのカラーかなと思ったんですけど、意外とそうでもなくて、光に当たるとゴールドのラメが反射して見えるので、すごい可愛いカラーです。次、こちら、はい、先ほど塗ったカラーよりも、なんだろう、触った感じちょっと粗めのラメが入ってるのかなっていう感じ で、色的にはすごいナチュラルで使いやすいカラーだと思います。そしてこちらのブラウン、こんな感じのブラウンになってます。で、このブラウンなんですけど、今回私はアイライン塗った後のぼかしとして使ってます。で、ブラウンって結構グラデーションして使ったりすると思うんですけど、じゃあこちらの筆でちょっとグラデーション具合を見ていきます。うん、結構ぼかしやすい感じのカラーです。なので全然、まあ、ブラシでのせるとこんな感じで自然に入るので、まあ、固まりにくくグラデーションができるかなっていう感じのカラーです。続いてこちらのちょっとピンクがかったラメカラーです。もうこれ結構ギラギラしてる感じで、で、光当たった時にかなり綺麗な色になります。ちょっとカメラじゃ伝わりにくいのがちょっと悔しいんですが、めちゃめちゃ綺麗な色をしてます。続いてこちらのカラーです。はい、こんな感じです。まあ質感的にはさっきのカラーと同じような感じなんですけど、こっちはまあピンク、ちょっとナチュラルなカラーなんですけど、こっちはゴールドで本当にこうゴージャスな感じのカラーになってます。これは本当に目に塗るとかなり可愛いんですけど、手で塗ると本当にこうがっつり入ってしまうので、筆でちょっと入れていきます。多分暗い方が伝わる。はい、こんな感じです。なので私はこのすごいギラギラなカラーは普通にアイシャドウをした後に仕上げでこんな感じで入れてます。結構綺麗なカラーになるのでおすすめです。そして次こちら、結構これは色的にはすごい濃いめ、はい、マットなアイシャドウです。このカラーはアイライン代わりに私は何度か使ったんですけど、この付属のブラシのこっち側すごく細くてラインが引けるブラシなので、これで取ってこんな感じで目の際にライン入れてます。アイシャドウでアイライン入れるのはこう目元がふわっとするので、まあナチュラルに仕上がって自然に目が大きく見えるので、私最近そのやり方で入れてることが多いです。はい、こんな感じで全色塗ってみたんですけど、全部使いやすいカラーなので、まあ、捨て色がないという点では本当にまあいい買い物したかなと思います。結構アイシャドウパレットって、まあ、買っても使わない色とかあったりするんですけど、これはね本当に全部使える感じで、いろんなバリエーションのメイクができる感じのパレットになってるので本当に気に入りました。何種類かあったんですけど、まあ見た感じ私はこれが一番使いやすいかなと思ってこれにしました。はい、ということで今回はヘイミッシュのアイシャドウパレットをご紹介していきました。またこのアイシャドウパレット使ったメイクも出しますのでお待ちください。今日もご視聴ありがとうございました。では。